吉田さん、人生は短いですよ。8050問題の動画見ている最中に速報、谷村新司74歳お亡くなりになったということでね、速報入りまして、って感じでしたよね。谷村新司さん、確かにお年を召されたようですけども、まだお亡くなりになるような年齢じゃなかったかなと思って年齢確認すると74歳でしょ。うちの両親80過ぎですけども、ピンピンしてますけどもね。だから平均年齢とか、みんなが生きてるとか、自分の生命との関わりはないってことなんですよね。8050問題もこういう事例って増えてるんですよ。で、50代のね、子供さんが親の面倒を見ているつもりなんだみたいなことを言うけども、面倒見るってどういうことかっていうのは根本から違うんですよね。やっぱりこう住まわしてもらって、食わしてもらって、その恩返しをしてるっていう、なんかね、その辺どこまでやっても足りないなって思うのが、子から親への恩返しだと思うんですけども、なんかやってあげてるみたいな感じになっちゃうんでしょうね。まあどちらにしても今回は谷村新司さんのことをちょっとね、私なりに喪に服していこうかと思います。8050問題の動画の方もこれから拝見します。では